デジタルパーマの頭皮に、ロットが実際当たってしまうので皆さんもやってると思うんですけど、こちらの100均で売ってるマジックカーラーを使って、こちらに入れていきます。根元からの熱をちょっとこうで阻害してくれて、テンションかかることによってたるみをちょっと取ってくれます。そしてポイントはこのロットを少し回すことですね。こういう風にちょっとロットを回す、そうするとよりゴム跡がつかなくなるので、中に、マジックカーラーを入れましたら、これをちょっと回す、この根元のゴム跡の方がつかないようにやっていきます。まあ、薬剤の方を毛先だけ塗って、処理している方はゴム跡はつかないんですけれども、気持ち的にこういう形でやっていただいた方がより綺麗に取れると思います。巻き方としてもバックにこう毛を全部下ろしている人ってそんなにいないと思うので、基本的に髪の毛って前に持ってくるんで、前に持ってきた位置をイメージして巻いていくっていうような感じで巻いてます。ですので基本的にその放射状に真下で下ろして巻いてるっていうよりは、前に持ってきた状態をイメージして巻いてるっていうような感じにしてます。でこれで根元の方が少ない状態ですので、このまま10分ぐらいちょっと置きたいと思います。はい、今デジタルパーマのロットを、テストで外してみたんですけれども、実際どれだけかかるかっていうことはちょっとわからないと思うんですね。ですので、だいたい1センチ角ぐらいをちょっと取ります。とに、もう一回巻いておきますね。先ほどの方はこちらのちょっと外したこの1センチ角の毛束に対して加水をちょっとつけてみます。でどのぐらいのパーマのかかりが実際にかかるのかっていうのを、このぐらい浸してしまえば30秒ぐらいで反応しますので、これぐらいで大体の予測はつきます。でこのようにちょっと振っていただいて、どのぐらいのパーマがかかるのかっていうのを想定します。そこで乳液のやり方を考えます。パーマが強いようでしたら全部ロットアウトしてから乳液をつけるっていうような感じと思いますし、もしパーマがちょっと弱いなと思う場合でしたら、この状態でロットがついた状態で乳液をつけていった方がいいと思います。ただしロットが濡れてしまうとまずいパターンのものはやらない方がいいと思うんですけど、大体もうこれぐらいでテストしてどれぐらいの仕上がりのかかりなのかっていうことを見ていきます。今こんな感じです。でウェット時の、ウェーブもまあそれなりに出てるんで、まあ結構いいかなと思うんですけど、まあ、レングスがちょっと短いっていうのもあるんで、アウトせずにこのまま乳液をつけていった方がいいかなという感じです。まあ、かかってはいると思うんですけど、ちょっとですねある程度ウェット地でもかかってないとお客さんやりづらいので、結構強めの方が結構カールを出しやすいと思います。ですので、まあ、今のこの状態ですとちょっと弱いかなと思うので、このまま乳液をつけていきます。でこの状態につけます。最初にブラムさんをうちではつけていきます。以前までは活用先につけていたんですけど、基本ブラムさんでかけていきます。この状態でつけていきますね。でかなりたくさんつけるので、ここに溜まったのをもう一回吸って、何度も循環させてかなり使っていきますので、新しいブロムさん使ってもいいんですけど、何度もつけたいので何度もこのまま繰り返して、つけていきます。これは100均のドレッシングの入れ物のやつなんですけど、わざとここがクッションが柔らかいやつにしておいた方が吸い込みやすいので、あえて100均のやつを先っちょをちょっと切って使ってます。これをこういうふうに吸い込むと、柔らかいので結構簡単に吸うことができますね。でここに蓋がついてたんですけど、ドレッシング用でそれはハサミで切ってます。前髪の方はストレートかけてるんでちょっと垂れちゃいますから、増粘剤を入れてるものを使っていきます。前髪は矯正ですね、こう一緒にかけてますので、ここは増粘剤を使った粘剤を使っています。ちょっと時間がないので、酸化を早めるのでちょっと裏技を使ってやっていきます。これで流します。たまに結構デジタルパーマでもすごい弱くかけててほとんど出せねえじゃんっていう場合も結構あるんですけど、これぐらい出てればお客さんはできると思います。そして今日は秘策があって、その秘策のやり方でちょっとやっていきたいと思います。こういう風な感じでねじって乾かすっていうのが結構皆さんやってる方法だと思います。こういう風な感じでやります。で、この辺を持って、こんな感じで乾かすんですけど、これお客さんができないんですよね。9割ぐらいはほとんどできないんですよ。でこれを
まあ、美容師側としては一番やりやすい方法なんで教えてはいるんですけど、お客さん自分で結局できなく、まあ、ハンガー切れワックスをつけたりムースをつけて終了っていうような形が非常に多いですね。でこういうふうに今乾かすんですけど、よくこれねじることによって、ねじればねじるほど髪の毛っていうのはまっすぐなろうとする気持ち、まっすぐなろうとしてしまうので、逆効果なんですね、ねじるっていうのは。ですのでねじるっていうよりも持ち上げてこう乾かすっていうのが一番なんですけど、ここで問題なのが手に全部乗らないんですよね。大体こういう風になっちゃうんですよ、自分でやってやると。で、お客さんが右腕で、これを持ってこういう形でやったとしてもこういう風になっちゃいます。ですので、まあこれが例えば2つの手だったらこう持ち上がるわけなんですね。ですけど片腕になってしまうんで、まあ、一つのやり方としては頭のここに手がついてると思って、ここと本願投げみたいな感じでこういうような感じで、挟んであげて、ドライヤーの熱を当てて温めて冷ましてカールを出すっていう方法もあるんですけど、それも難しいんですよね、結局は。ですのであんまりおしゃれではないんですけど、こうザル、100均のザルがあるんですよ、これで、もっとおしゃれなものがないかなと思って、こういうフックがついたこういう入れ物があるんですけれども、まあこれもですね、結局見た目はいいんですけど、こっちの方がただここに全部筒を入れて乾かすっていうような、なかなかこれ入れるのが大変なんですね。これでもうドライヤーを当ててこうやって乾かせばもうこれだけでできるんですね。これだとお客様が自宅でできます。ちなみに、これは100均で売っているものですね。でこのままドライヤー当てればこのままデジタルパーマが出せます、簡単に。で隙間が空いてるのでここから熱も入れれますし、いろいろできますね。これだと簡単にできるんですね、ご自分で。でまあおしゃれじゃないんですけど、一番いいのはザルなんですよ。これがすごい良くて、熱伝導率も良くて、このアルミに熱が通るっていうのと、あとは大きいのでなんか自分でやるときにバッて入っちゃうんですね。でこれでこのザルを使うことによって、ザル自体がちょっとあったかくなりますので、さらに熱が伝わります。そうするとデジタルパーマがより出るんですね。でペン立ての場合は下が、風が通らなくなってるんで、こういう下が風通るようなものじゃないとダメです。これでやっていくと簡単に出せます。でちょっと抵抗がある方はこれを使って、こういうのをちょっと100均で買ってセンターから2つに分けて、こういう形でドライヤーをここに当ててください。で、だいたい耳の位置まで持ち上げて乾かせば大丈夫です。美容室でやったようなカールが簡単に出せます。で、温めて冷ますといいので、少し熱を当てた後はこう冷ましてください。そうすることによってよりカールがこういう風に出ます。でこれ手でこうねじってやるよりもより簡単で、すごくいい方法かなと思います。もうちょっとこれおしゃれなものがあればもうちょっといいんですけど、っていうような感じで裏技で乾かすと、よりパーマがこういう風にリッチが出てきて、お客様簡単に自分の自宅でもできます。はい、このようにザルを使うと簡単にできます。でこのようにドライヤーを当てておけば、そしてドライヤーを外していただいてちょっと冷まします。ブル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 と冷まします。そうすると、だいたい10秒ぐらい冷ましていただくとカールができます。温めて冷ますのがポイントですね。これだと深いんですよね。ですからカールが深すぎてあんまり出せないんですね。ですからこのやっぱザルぐらいの方がいいはずです。ザルの方がこの幅が少ないのでよりやりやすい、手でやってるのに近い感じになります。なんで何かおしゃれなザルを考えてください。ザルで乾かせば結構綺麗に乾くので、今日の巻いたのは外羽、外巻きですね。でこのこのネープも外羽で、なぜそうしてるかっていうと、顔周りに、顔の下の顎下にちょっとグッとカールが来てほしかったので、下は外羽で巻いて、あとはフォワードに巻いてる感じで仕上げてます。ショーガルタンでちょっと動きを出して、カットラインにちょっと丸さを出したぐらいですね。カットは顔周りは矯正をかけて、ちょっと癖を取りました。自分でも簡単に乾かせる方法をレクチャーしました。やってみてください。